はい、こんにちは。こんにちは。本日はですね、大阪港の花井千鶴さんに来ていただきました。すでにお仕事もされてますので、ちょっとその紹介をお願いします。はい、和歌山県橋本市で自宅なんですけれども、ハートフルケアレマンアンジュという形のお名前でお店をやっています。まだやり始めたばかりなんで今ちょうど頑張っているところです。はい、はい。メインは何をされてるんですかね。はい、経絡マッサージをしているのと、あとは セルフ骨盤矯正エクササイズを中心に地域を回っています。はいはい、今すごい橋本市で大人気みたいですね。はい、渦を起こすのに知られております。はいはい、そうですね。はい、じゃ一番近々もありますね、またセミナーが。はい、それはいつですかね。はい、橋本市の、スイミングスクール、橋本スイミングスクールというところ の, スタジオで2月10日に体験エクササイズという形でセミナーをさせていただきます。今も定員がほぼもういっぱいになってきつつあるので、はい、はい、頑張っています。その後3月になって教室という形で始めさせていただきます。はい、わかりました。はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい。